はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。何やらですね、韓国で日本ブームが再来しているみたいですね。何のことですか？といったね、記事が出ていました。こちらですね。韓国に日本ブーム再来。講演や書籍が人気化する背景とは？韓国ネット。歴史は正しく知るべき。日本について知らないことが確かに多いというね。記事がありましたか。そちらの方を今回ご紹介したいと思います。って感じのね、記事なんですが。ではまず記事の方、いつものように誠司さんから読んでいただきましょう。どうぞ。韓国に日本ブーム到来、講演や書籍が人気化する背景とは。韓国ネット、歴史は正しく知るべき。日本について知らないことが確かに多い。25日の韓国メディア E デイリーによると、日韓国交正常化50周年を迎えた今年、韓国では日本関連の講演会や書籍のブームが起きているという。22日夜にはソウル市内で、私の文化遺産盗作日本編の著者ユ・ホンジュン明治大学教授の講演が行われた。ユ教授は、通常よりも多く集まった聴衆を前に、韓国人と日本人は成長期を一緒に過ごした双子の兄弟、日本は古代史コンプレックスのために歴史を歪曲し、韓国人は近代コンプレックスのために日本文化を無視するなどと、両国の関係を解説。一方で、日本特有の匠の精神は学ぶ価値があると訴えた。韓国の大手書店享保文庫と大山文化財団は、明治維新はなぜ可能だったかの著者朴墳教授、ソウル大学の講義を開催して注目を集めた。朴教授は、徳島や慰安婦問題など日本のためにイライラさせられるが、そうであればあるほど日本をよく知る必要があると呼びかけ、日本は大使館の前で日の丸を燃やしながら叫ぶ人々よりも、日本について細かいことまで調べる人を恐れると解説した。一方、日本関連の書籍も好調だ。岸見一郎と古賀文健の嫌われる勇気は上半期に最も売れた書籍となり、山口真由の実用書7回読み勉強法や東野圭吾の小説仮面三層殺人事件もベストセラー上位に並んだ。また、ネット書店イエス24によると、2010年から今年6月までの5年半の累積販売部数で1位を記録したのは村上春樹の1984だった。東野圭吾や吉本バナナ、宮部みゆき、奥田瑛朗らの作品も上位に入っている。コミック分野では ONE ピースやナルトナルトが長年ランキング上位を占め、最近では増田ミリのスーちゃんがこれらに変わる勢いだという。記事は、こうした日本ブームの背景には、彼を知り己を知れば百戦危うからずという心理があると説明している。この報道に対し、韓国ネットユーザーからは様々なコメントが寄せられている。歴史は正しく知るべき。米国と決明というが、分断の原因は米国にある。それに、戦争の加害者の日本ではなく、なぜ被害国の韓国が分断されたかも知るべき。歴史は面白い。嫌われる勇気は心に響いた。誰かの助けが必要な時に非常に役に立つ。慰安婦のおばあさんがどんどん亡くなっていく。証言できる時に問題を解決してほしい。全員他界したら、日本は歴史上で慰安婦を葬り去り、韓国も忘れると思う。日本について知らないことが確かに多い。アニメや漫画でしかわからない。日本と韓国は長い間親しくやってきた。日本の植民地となって関係が悪くなり、それが今も続いている。残念だ。日本を知らないとまた日本にやられてしまう。徳島は韓国の領土とか侵略に謝罪しろとか口でだけ言わないで、日本政府不買運動を続けるべき。日本の悪口を言っても、日本旅行が大好き。日本は個人主義が蔓延していて、市民意識が高く見える。他人に迷惑をかけるのもかけられるのも嫌いだから。その分冷たい。韓国には情がある。韓流アイドルの時代は終わった。社会、経済、福祉、環境、国民性、あらゆる面で韓国が気に入らないので、日本に移住したい。日本を学ぶべき。日本は歴史を歪曲したり、自分のものでもないのに自分のものだと主張する。そのずうずうしさを少し学んだ方がいいかもしれない。
日本経済活性化の一翼をまた韓国が担ってしまった。はい、というね、記事でした。どうですか、これ。日本ブーム、韓国で。いやいや、もう、いいでしょう。日本に関わらないでくださいと、ほっといてくださいとね、そう思ってる方、おそらく日本中にたくさんいるかと思いますがね。最近ね、韓国政府、パク大統領をはじめ、かなり日本にすり寄ってきています。まあ、この当チャンネルの他の動画で何度も言ってますが、韓国ね、おそらくも自分たちの立場がようやく理解してきて、これまで散々慰安婦、歴史問題、過去の侵略どうだこうだ言ってきましたがね。まあ以前はインターネットなど全く発達していない時代だったら、そういう歴史戦争というかですね、まあロビー活動が十分効果を発揮していましたが、今これだけネットが発達して、してしました。ネットが発達してしまうと、個人レベルでも情報をたくさん仕入れることができますから、そうするとね、正しい過去の情報というものが、今たくさんのことがね、たくさんの人が、知ることができるようになってきてしまいましたから、これは日本国民だけではなく、もう世界中のいろんな、もうすべての人にとってですよね。まあ中国などはね、一部ネットの情報を制限していると思いますから、そこまでは言っていないと思いますが、そうなるとね、もう韓国の嘘、捏造がね、通用しなくなってきている時代です。このまま韓国、これまでのような態度をしていくと、まさしく大ブーメランとなってね、自分たちの国に跳ね返ってくることが、まあ、おそらく理解してきている人たちが増えてきたのでしょう。というわけでね、慰安婦について、もういい加減この辺で手を打っておこうとしているのが現状だと思います。韓国は朝鮮戦争しかり、ベトナム戦争しかり、慰安婦、慰安所、作ってましたからね。しかもベトナムなんかひどいですよね。民家の大虐殺もしてね。本当にひどいことしました。まあ、こちらの方は、まあ、ウィキペディアだったり、他の朝鮮軍、韓国軍、慰安婦という項目などをね、読んでいただいたら、簡単に情報出てきますから、もし、まだ読んだことない方いましたね、ぜひ読んでみてください。まあ、そんな感じでね、韓国の政府の方はね、すり寄ってきているわけですが、なんか、ね、韓国では、何ですか、日本ブームが到来している、ということですがね、いや、もう到来しなくていいですよね。ここまで日本のことをボロクソにね、言ってきた、国ですから、もう、ほっといてくださいと感じてしまうのが、まあ、正直なところであります。で、ここちょっといくつか黄色くした発言があるんですが、こちらは、韓国のユ教授でしょうかね。韓国人と日本人は性中教を一緒に過ごした双子の兄弟。いやいやいや、全然違いますよね。全然一緒に過ごしてきてません。まあ、一緒に過ごしてきたというか、韓国併合、日韓併合の時には、ね、かなり遅れていた韓国を日本が統治して、かなり発展させてあげたという意味では、まあ一緒に過ごしてきたと言えるかもしれませんがね。そこを同等の兄弟のように扱われちゃ困りますよね。さらに、日本は古代史コンプレックスのために歴史を歪曲し、韓国人は近代コンプレックスのために日本文化を無視すると。無視してませんでしょ、日本文化ね。思いっきり、ね、まあ無視して結構ですよね。で、ここね、日本は古代史コンプレックスのために歴史を歪曲していませんからね。何度も言ってますが。だこの辺ね、韓国、まあ、日本のね、教授もね、かなり怪しい人たくさんいますがね、韓国の教授もね、ほんと怪しいですね。で、結構ね、これ私、いろいろ情報を集めてきて分かったんですが、大学の教授さんってね、それほど言うほど大した研究してますよね。特に自分の研究、専門以外のことに関して、まあ、専門もそうかもしれませんがね、発信してる情報などを見てみますと、
それほどね、大したことしてないんですよね、本当に。うん。まあ、これは世の専門職と、専門家と言ってる方々もね、似たようなレベルなのかもしれませんが。で、下に行きますと、今度はどうですか？ソウル大学のパク教授。まあ、竹島や慰安婦問題など日本のためにイライラさせられるが、そうであればあるほど日本をよく知る必要があると。日本は大使館の前で日の丸を燃やしながら叫ぶ人々よりも、日本について細かいことまで調べる人を恐れると。まあ、ここの発言もね、いやいや、もっともっと日本のこと細かくね、調べてくださいよ。そしたら事実がわかりますから。でね、大使館の前で日の丸よく韓国の方ね、燃やしてる方いますよね。あれはいただけないですよね。国旗を燃やすっていうのはね、国際的にどれだけひどい行為かっていうことを理解してないっていうところが韓国民と。まあ、一部ですけど。なんかね、ちょっと今回の記事はいろいろムカつくことでとか突っ込みところが多いですね。でね、この辺も、ドクト。まあ、竹島は韓国の領土とか、侵略に謝罪しろとか、口だけで言わないで、日本政府は運動を続けるべきと。いやいや、続けてないでしょって。もっともっと徹底的に続けてくださいよ。本当ですよね。ここまでもうね、日本のこと言うんだったらね、もういっそのこと日本のものは全部買わないでくださいと。無視して結構ですと。日本のアニメ、漫画、小説、ね、もう日本、韓国ね、輸入禁止。日本は輸出禁止。としてもいいんじゃないですか。まあ、それはおそらく、送り得ないことだと思いますが。ただ、そこまでね、思ってしまうっていうのが今の日本国民の感情ですよね。正直。ね、いっそもうね、まあなんか、ある意味国交断絶してもいいんじゃないですかね。まあ本当の経済面とかでね、国際上の国交断絶とかではなくて、まあ経済面はどうでしょうね。本当に韓国が困ったら、ね、助けてあげるというか、まあその際もね、しっかり韓国の政府が、日本政府からこれこれこのぐらいの金額、これこれこういう面、こういう条件で、日本から支援してもらってますということを、韓国国民にね、しっかりと、告知するという条件でもって、まあちょっと経済支援とかね、協力をしていくというのだけに留めておいて、もうあとはね、もう、断絶と。韓国がどこまで一人でやれるか、というのをね、ギリギリまで待つまで、もうここ断絶と。いうぐらいにしてもいいんじゃないですかね。どうでしょうかね。ちょっとこれは無理でしょうかね。まあ無理でしょう。すいません。勝手な妄想でした。ただね、最近のちょっと、まあ最近というか、これまでの韓国は行ってきたことをですね、考えると、一度ね、思いっきり、まあそういった意味での喧嘩してもいいんじゃないでしょうかね。雨降って地固まるではありませんが、一度思いっきり雨を降らせてみるのも、個人的にはいいんではないかと思います。はい。ではですね、ちょっと今回わけわかんない動画なんですが、他にお伝えする情報あると言ってましたかね、今回。まあ、いいでしょう。今回は、これだけです。はい。動画ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で、よかったらお会いしましょう。